はい、では行ってみましょう。スロットルカットオン、オン。解除。で、スロットを入れる。これね、本当にね、ハマってて、うちのクラブの先駆者もドハマりしてて、受信機に搭載して飛ばしてましたが、なんとかね、クリアして、飛ばせるようになった感じです。よっしゃいきますか。ノーマルモードはね、P ゲイン、I ゲイン、D ゲイン一切いじってないんで、ラーラーの止まりがちょっとやべえかな、ちょっとね遅いかもしれないんですけど、アイドラップ1、2はもうほぼほぼ完璧ですね。うん、このバチって止まる側に指示音に似てるんですよね。いや、空気が軽いね。スムーズだね。この安いローターでもよく飛ぶんですけど、アルティメイトにするとね全然違いますから、これはちょっとね体験済みなんですけど、やっぱね 8K さ、ローターはそれなりの性能がありますね。空気掴んでる。ちょっと早めに空気がないと空気が掴めない。あ、取れた。衝撃的なバッテリー発射、それから復帰しました。まあ被害的にはバッテリー発射でもうほぼ脱力状態だったんですけど、3本1個のセレションが滑っちゃいまして、他は、テストフライトをやってみたんですが問題なさげです。はい、では本格的なフライト行ってみましょう。うん、問題なくクールアップしてますね。バッテリーは、ギャオニーバッテリー2300を積んどれます。
2300ですけど、もう1500オーバーですね。全く問題ないっすね。これゴブリン市場一番丈夫じゃねえかな。で、オプションの、モーターガード、これが意外といい仕事をやってくれています。このモーターガード、金属製ですけどね、めっちゃ丈夫なんですね。結構、多少の衝撃だと問題なく、受け止めてくれてます。今1646、問題ないっすね。はい、ネクサスジャイロの設定ソフトローターフライト2、こちらの方のね、ものを使って、設定の方を行っていきたいと思います。まず訂正なんですけど、こちらのサーボっていうところがあるんですけど、ここで、このラダーサーボ、シャープ4ラダーサーボのとこなんですが、ここの今マウスのカーソルが動いてるところ、これが今250になってるんですが、実は前回500になってました。それに伴って、テールサーボの設定値が変わってきます。そちらの方ね、ちょっとご覧ください。はい、そしたらミキサーの方行きます。テールサーボのね、設定するところはここですね。で、ここが、ここの数字なんですけど、前回 40%、41ぐらいだったんですけど、数字が、500から250になるということで、ほぼ倍なんですけど、見事に倍の 81.6 ということで、それぞれの、リミットになっています。で、偶然っちゃ偶然なんですけど、ちょうどね、24という、リミットになってました。これはね、ちょっと修正、前回の制定と、違うところ、こちらね、間違っていたところありますんで、こちら、修正お願いします。はい、続きまして、OBS のね、設定、OBS っていうのは、パソコンの画面とかを、取り込むソフトと言っていいんでしょうか。ライブ配信とかね、するソフトなんですけど、それ使って今画面を録画しております。そして、どこでもいいんですけど、タブ、前回ね、タブがね、表示されてなかったんですけど、こんな感じでね、タブも録画できるようにしました。こんな感じでね、タブが現れます。
レシーバーのとこですね、こちらの方がね、はい、こんな感じで、S バスとか、いろんな CR ポート方式がこんなに出てきます。これだけね、まあ世の中にはたくさんあるということでした。そうしまして、こちらの、制定値、ここはね変わっておりません。一番下、こちら、双葉形式ということで1520のセンターで、リミットが420ですね、トラベルアジャスト。そうすることによって、送信機、双葉の送信機のトラベルアジャスト 100% の状態で、こちらのネクサス、ロータフライトのデータ 100% がリンクするようになっています。はい、そうしましたら今現在の最新の、レート、プロフィール、そちらの方を、ご紹介したいと思います。毎度毎度言ってますけど、あくまでも機体ごとに、ローターごとに、回転数ごとに違うとちょっとね思っておいてください。必ずこれ入れたら必ず飛ぶということはないと思ってください。まあ一応参考値です。まず、プロファイル1、こちらの方がね、ホバーリングモードのやつです。こちらの、やつすべてがノーマルに戻してます。そしてほい、こちらも、センサーの、数値がこれまたノーマルに戻してます。でコレクトピッチの最大は13度、これ変わらずで、こちらの、溶解点の方が600度もこれも変わらず、センサーがね、標準です。でちなみに6というのは、参考値のためにこれ残しておきました。まあ5種類しか、フライトモード使ってないので、この6が、ドノーマルの数値になってます。これと比べてね、変わるとかということをちょっと見てください。まずこれが、ノーマルモード、アイドルアップ1、アイドルアップ2、これが、ホールド、ホールドモードになります。そして、これが、低回転フライトといっても、ホバリングモードと大して変わらないですけど、一応15度、ピッチつけられるようにしてあります。はい、続きましてプロファイル、ちょっとセーブしないでいきましょう。こちらの方のね、数値なんですけど、まずノーマルモードはねまだ結局全然いじってません。ほとんどね、まあ、使わないという感じなんで、ここの数字は、全く変わっておりません。アイドルアップ1で、こちらの方のね、ちょっとレートをちょろっとだけ変えました。でアイドルアップ2も同じで、ホバーリング、ホバーリングの方もね、ホールドですね、ホールドは、ほとんど、変わらずで、超低回転、フライト、こちらも、ノーマルと変わらないです。で、いつものことなんですが、数値入れてるのはここだけ、ここだけにしてます。ここの、ロールレあじゃあ、ロールの部分と、こちらの、ピッチのところですね、エレベーターの方です、これが40のままで変わらず、あといじってたところは、ここのストップゲインが変わってるのは変わらないです。
はい、以上でね、正直全くね変わり映えしないデータなんですけど、この状態で今現在飛ばしております。まあ、あくまでも参考程度にしてみてください。やはりね、自分推奨は、ね、ドノーマルの数値で問題ないんですけど、こちらのラダーに関してはね、しょっちゅうハンチング起こすので、このストップゲインだけちょっとね、いじるだけで、まともに飛びます。とりあえずこのストップゲインだけいじればまともに飛ぶんですけど、ちょっとポヤポヤっとね飛ぶ可能性もあるから、その時になって改めてデータいじり始めるのがいいんじゃないでしょうか。はい、こんな感じで、ちょっとね、データ修正の内容と、まあ、参考データの、内容でした。まあ、もしね、この動画良ければグッドマークよろしくお願いします。それでは失礼します。